サートです、えー、聖書1日1章の時間となりました今日は、神言の23章です。では、早速、えー、神言の23章を見ていきます。神言の23章。<laughs> えー、あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。えー、あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に担当当てよう。そのごちそうを欲しがってはならない。 それはまやかす植物だから富を得ようと苦労しとならない自分の悟りによってこれをやめようあなたがこれに目を留めるとそれはもうないではないか富は必ず翼をつけてわしのように天へと飛んでいく貪欲な人の植物を食べるな彼のご馳走を欲しがるな彼はここのうちでは感情づくだからあなたに食え飲めと言ってもその心はあなたと共にない あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心,心よい言葉を無駄にする。愚かなものに話しかけるな。彼はあなたの知る深い言葉を下げすむからだ。昔間の地境を通してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らのあがれない日は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。あなたは今回に意を持ち、知識の言葉に耳を傾けよう。 子供を懲らすことを差し控えとならない鞭で打っても彼は死ぬことはないあなたが鞭で彼を打つなら彼の命を読みから救うことができる我が子よもしあなたの心に知恵があれば私の心も喜びあなたの唇が正しいことを語るなら私の心は踊るあなたは心の内で罪人を妬んではならないただ死をいつも恐れていいよ確かに終わりがある あなたの望みは断ち切られることはない。我が子よ、よく聞いて、地をへ、あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食うものと交わるな。大酒飲みとむさぼり食うものとは貧しくなり、大民をむさぼる者はボロをまとうようになるからだ。あなたを産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母を下げすんではならない。 心理を変えそれを打ってはならない知恵と訓戒と悟りも正しいものの父は大いに楽しみ知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶあなたの父と母を喜ばせあなたを産んだ母を楽しませよ我が子よあなたの心を私に向けよあなたの目は私の道を見守れ彼女は深い穴見知らぬ女は狭い色だから 彼女は強盗のように待ち伏せて人々の間に裏切り者を多くする。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、言えなく傷を受ける者は誰か、ちばしった目をしている者は誰か、ぶどう酒を飲みふける者を混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。葡萄酒が、 赤く、杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、これを見てはならない。あとでは、これが蛇のように噛みつき、まむしのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれことをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、小柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった。私は叩かれたが知らなかった。いつ私はあ覚めるだろうか。